彼はもう人ではない。世界から恐れられるモンスター。大手を挙げよ。私がチェリー国王だ。しもべです。元気ないな。えらい元気ないけど、まあ今回はね、車の中からのスタートなんですけど、今ちょうど商業施設に来てるんですけど、その中の子供が遊ぶような、まあ、ゲームセンターのちょっと隣ぐらいにとんでもない1000円ガチャっちゅうもんをね見つけたんで、どんなもんか闇をね暴いていこうかと思ってますわ。どう、暴けそう？国の王たるものを暴かないといけない。まあね、やっぱりこう秩序を乱すものがあれば、うん、まあそれは見逃されへんからね、うん、今回ちょっと値段を決めさせてもらって、いくらいこうか。3万ぐらい、様子見の3万見てみる。3万の30連引いてみて、まあ大当たりが出るのか出ないのか、早速3万円分1000円ガチャ引きに行きましょうか。行っていきましょう。現場がこれなんですけど、1000円で A 賞勝ち取る豪華商品、ガチャガチャがまあ2個あってね、左が少なくなってて右が多い状態やから、ちょっと左から狙っていこうかな。でなんかちょっと環境的にはね、こんなちっちゃい子供たちが遊びそうな、このほら見て、キッズスペースとかのところにあるんですわ。これはちょっと許されへんでしょ。ちょっと今からがっちりね聞いていきますわ。 B 賞があったみたいで、なんやワイヤレス充電器とか、まあ、これはええわ、ペヤング好きやから。こんなん自体きついじゃん、これ宝トンのなんたらわけわかるへん、これ。もうまあまあこれもええかもね、ミキサースムージー。あとはこれも悪くはない、これはいらん。あ、体重計もいらんな。なんならね、ちょっとこの3万円分、30万、こんなお札持ったら久々ですけど、じゃあまず1枚目いきます。さあ、少ないからもしかしたら出る可能性あるよ。あんまり取ってなかった。お前スイッチぐらいかな、スイッチか。お、なんか、あ、ちょっと待って、なんか音が、ちょっと待って、いくよ。まあ、狙いはスイッチですわ。あ、もう来た来た来た。おお、まずはまあまあピンク色、これ多分あかんたいけどな。何これ、ハコの吸盤みたいなの出てきてんけど。まあ2枚目いきますよ。いや、あの結構回すね。あー黄色、あ、多分金庫ないとね絶対当たらないのかな。お、え、何これ、お、アプローチしたんこれ。3発目、こいつらが下に落ちてくれないとね。あれ UFO キャッチャーみたいな感じだよ。あー無理か、きついぞこれ。 なんかもう音があかんわ。カチャカチャ、うん、おあれ良くないこれ。おー1908円プラスや。これ当たりだ。6回目、7連目かな。10連目ラスト。いやー、ちょっと来る気配が出てきたような、出てこへんような、いいとこで終わっちゃいそうやね。あ、いや、ピンクサクッと開けていきますわ。なんだこれ、え、怖っ。なんか謎のおもちゃ。あー、またデジタルウォッチや、ブラックバージョン。なにこれ、鬼滅の刃の偽物みたいなの出てきた。なんか開いとるこいつ。なになにこれ、あとタコ出てきたやんけ。お、これ値段書いてんじゃろ、書いてない。あ、なんかちょっと安っぽそうやね、明らかに。うわー、なんかカラフルになった。うわ、やばい、ゴキブリかもしれんこれ。嘘やろ、ゴキブリかねこれ。あ、また タコどんだけあるんこれ。絶対5円ぐらい。見てくださいこれ、まさかの下に金が行きました。こいつ絶対当たりのはずやから、ハガキ入ってて軽いんですよ絶対に。だから下に行かんようになってたのが、まさかのちょっとこううまいこと押し込まれて下に行ったんで、あいつちょっと狙っていきますよ。ただ動き一回見とってください。がっつり行くよこれ、見とって。これテクニックいるからね、これ普通の人間でできんのよ。下に行かすテクニック、こっひねって、グッてひねって、ほら来た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 。まあまだ色が違います。まだまだ行くよ。よしよしよし、入った。うわ、
いつなんか混ぜなかった。おかしいおかしい。絶対混ぜたんや今。でもひとまず消えたわ。おいやめやめ。あ、来たんちゃう。あかんわ。やばいやばいやばい。これマジであれなんかグリって出てきそうな気すんねんけどな。いやこれマジでやばいぞ。結構金がなくなってきた。全部金色出てきた。でなおかつこれ3000円使ってちょうど25連やから、これまだあと20個ぐらいあるわ。20じゃ効かんか。25ぐらいある。やばいぞこれ。こっちに何円入っとんねんな、このでっかい方。マジで来てくれないと面白くないって。絶対外れて終わるやんこれ。じゃあ25連目頼む。来てくれ来てくれ。あかんわ。さあまああと残り5連なんですけど、サクッと上げていきます。なんじゃこれ。3本セットのなんか腕は、おい、なんかまた鬼滅の刃の偽物。うわっ、なにこれ。なんかちょっと禰豆子と炭治郎みたいな、また鬼滅の刃の偽物。おお、大当たりきた。1908年のプラス。あー、またタコや。おい、おあー、あ200円やな。おい、あー出た。こいつも7、8個目やんこれ。おい、あー、またタコや。オレンジバージョン。あー、なんかゴキブリの出てるわ、毛が。さっきもおったファービーの偽物。もうカプセルの箱、捨てる箱入りませんわ、カプセル。うわー、また色違い。ポケモン GO やったら嬉しいんやけどな。おお、待て、一人一人一人、プラスプラス。はい、あー、初めての新色。はい、うわ、これさっき出たんちゃうか。なんか謎のパイレーツオブカリビアンの腕輪。はい、硬っ。うわ、太っ。あー、鬼滅の刃の偽物クッション。はい、あー、また色違い。最後あと5連これで30連終わっちゃいます。とりあえず金が出なさそうな気はするけど、この分いきますわ。いやー、これきついやろな。28年目からもう。さあラスト1枚頼むぞ。絶対無理やけど、なんかもうスポッて入ってるもん、違う色のやつが奥の方で。はい、おお、入れ入れ、惜しい。出た。はい、これが30連目で金は出ませんでした。まあ、とりあえず中身見ていきましょうか。はい、はい、鬼滅の刃の偽物クッション。はい、あー、またジョニーデップ。はい、もうちょいバリエーション増やすよ。まさかの新色かもしれんけど。はい、またジョニーデップ。ラスト30連目やね、これ。30連目ではないけど、まあラストですわ。あー、なんかお土産屋さんに売ってそうな、なんかネックレスはね。何個やろこれ。多分目視で数えれるわ。西ロハート、西ロハート、まあ約2万5000円あれば確実に手に入れれる状態ですね。うわー、3万使った時点でも相当きついですからね、これ。もったいない。次の時に絶対借り上げられるとは思うけど、もうマジでこれあらへんのでない。とりあえず帰りますわ。ああ、もう帰るんすか。もう帰るんすか。何言ってんのお前。もう無理やでお前、3万も使おうて。もう国王のくせにこんなんで買い取ってヘボないっすか。こんなこと言う。な、子供のとこにあんなん取り残していいんすか。とりあえずね、小入れ3万もう一発出しますよ。ちょっと一気に出しますんで、ちょっと後半になってきてからちょっと見せようかな。調子良くなってきて、今これで7回目になるんですけど、追加から金がボコボコに入りましたよ。見えるかな。入ったよこれ確実に。ちょっと一回回していきますわ。追加から7連目、まあ、37連目、いけ。これ来るんじゃない。出るけ。おお、あかんか。さすがにまあまあ普通です。あれ、まあここに入ったってことは出てくることは間違いなくないから、
いけるよ、38年目絶対来い。あ、来た。あ、来た、ついに。まずは1個目、38年目にてゲット。最後までね、引こうかなと思ったんですけど、ちょっと下目の意見がちょこっとあって、これでもし A 賞で仮にスイッチとかなんかこんなどでかいの当たったとしたら、これ B の可能性が高いんじゃないのっていう意見があったんで、さっきこれちょっとチェックしますわ。他のやつは多分ほとんど一緒のやつなんで、ね、見ません。いきますよ、来るぞ、来る、待てよ、行くよ。あーあーかん、見えた、ちょっと見えてもうた。いいショー、どうする、続行か。続行全部 B やったら結構怒鳴り上げるけどね。とりあえずちょっと続行しますわ。あー、いよいよね、多分残り5個かな、あと5000円でいけるから、なんだかんだ多分トータルで言うと5万円分ぐらいかな。50個カプセルあったんかな、あれで5万はきついな。まあとりあえずもう金が出るからガッツリ引いていきますよ。ガチガチで、来た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 、よし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 、まあまあこれ最後に見よう。さあ残り4連かな、こんな空にすんの気持ちいいね、ほんまに。なかなか体験できひんや。ここが入り口やってんの、入り口が出口知らんわ、こんなんやってみないとね。なんか俺奥の方から出てんのか思ったけど、なんか順番的に、あ、1回だけ残せるやん、これもしかしたら1000円おしよしよしよし、1回だけ残せそうやね。次が金確定でしょ。気持ちよく全部行きたかったけども、1個だけ残そう、1000円もったいない。おい、なん最後の見た、戻ってきたぞこいつ、出たくないか知らんけど、いいや絶対。さあラスト行け、よし、はい、こんな感じで無事0個ではなくないけど、まあまあほぼ完全空で金2つ残ってるんで、これちょっとチェックしていきます。さあどうなるよ、ちょっと見たくないな、 B って見えんなよ、もし見えん、見えん、見えない見えない、いくよ、いきます、せーの、はい、あ、分からへん、おお、会社名か、いくよ、せーの、はい、あー、また B 賞、B 賞ってことはさっきと同じラインナップやね。え、ちょっとこれヤバくない、大丈夫かな。まあまあでもここに A 賞が間違いなく入ってると思うんでね、ガッツリ引いていきますよ。見えるの、よしよしよし、さっきのなんで見えたんやろな。さあ、ユービス、ユービスね、ゼロ株式会社、あれでいいんじゃなかったら、ほんまにやばいぞ、あれ。いくぞ、ね、どこ行ったん、A 賞。さっき出たってこと、そんなことある。あ、5万円ぐらい使って B が3つ。あ、スイッチゲットできるのに思ったのにね、ちょっと残念な結果ですけど、またちょっと怪しいガチャガチャとかが見つかったらこれからね引いていこうと思いますんで、またよかったら見てください。それではまた次回お会いしましょう。